い、こちらですね、 DJI オズマクション3なんですけど、 GoPro に続きましてね、こう娘に預けていろいろ撮影をお願いしたらですね、ここの鼻のこう前に置いてですね、何か撮影してるみたいですね。でその前にいろいろこう持ち歩いて撮影していたので、そちらの方っていうのをですね、この後編集して見ていただきたいと思います。こういうですね、子どもの感性に任せて撮影をさせてみるっていうのも面白いですね。はい、こちらのチャンネルでですね、このようにですね、カメラでですね、写真や動画等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、コメント等でコミュニケーションいただけますと嬉しく思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということでですね、この後こちら DJI オズマアクション3で子供が撮ってきた映像っていうのをですね、少しまとめてアップしていってみたいと思います。気をつけてね。眩しい。
ちょっと待って、前が見えない。あぶねはい、ということでですね、こちら DJI Osmo Action 3でですね、撮影した動画の方ですね、まあ、子供たちが撮ってきたものなので、ざっとですね、どういう風な流れで撮影とか、まあ、どういうところを見てきましたみたいな感じを、早送りとかですね、そういうのも含めて見ていただきました。まあ、このようにですね、かなり綺麗に、特に日照条件のいいところでは撮影できる。ただ、D シネライクではと私は付け加えさせていただきますけど、D シネライクで撮影した上で、色の調整を行った映像っていうのを本日載せておりますね。という風な使い方をしますとですね、私としては、この GoPro Hero 11と別に遜色ないぐらい綺麗に撮れてるんじゃないかなと推測して、本日、こう色というかですね、画像の編集とかしてました。というところで、実はなんですけど、この次の回で、次は GoPro Hero 11の映像っていうのを同じように子供たちに持ってもらって撮影してもらっております。という映像を見ていただきまして、まあ、この2回にまたいでなんですけど、映像のですね、違いとかっていうのを見ていただければなというふうに思います。合間合間でですね、私はこの FX30、ソニーさんの FX30 と ZV-1F の2台をですね、こう使っておりまして、そっちに専念していたので、アクションカムの方にですね、こうちょっとあまり余力、こう気を回せる余力がなかったので、今改めてですね、自宅の方に帰ってきてこのように収録してみてるんですけど、そちらの方をですね、ぜひ見比べていただければなというメッセージをですね、皆さんにお伝えしたく思いまして、このように追記で収録しております。それでですね、今試しているんですが、このようにですね、タブレットに、この FX30 の映像をですね、飛ばして、確認をしながらですね、撮影してみてるんですけど、これかなりいいですね。このタブレットの性能とかそういうのっていうのも、この中華タブの、アルタキューブって会社かなの、iPlay 40 Pro っていうもののモデルなんですけど、まあそちらの方ですね、あまりですね、安定してる感じっていうのは私の中ではなくて、普通に使えてるときは調子よく使えるんですけど、特にこのネットワークだとか USB を使ってるときに、なんか微妙だなって感じだったんですけど、今のところすごく安定して接続されていて、こう映像とかも見ながらですね、使えております。で、こう、ディスプレイの明るさ、輝度の方ですね、抑えているのでこんなもんですけど、明るくしていくとですね、すごく見やすくて、とても使いやすいなという印象がありますので、このようにですね、自分どういう風に映ってるのかなってチェックをしながらですね、撮影したりするときに、外部モニターを装着するっていう選択肢以外にですね、もう一つこの、
スマートフォンのアプリケーションですね。アプリケーションからこのようにしっかりと確認するっていう手立てもあるんだなっていうところの接続の感じだとかっていうのも、やはり世代が変わってきて安定して、まあ、すごく使いやすくなってきてるなというふうに思いました。というお話をですね、最後に挟みまして、本日のですね、この DJI Osmo Action 3のですね、映像っていうのは終了したいと思います。まだですね、10bit の方のアップデートっていうのが来ておりませんでして、いつ来るのかなってちょっと悶々としてる感じなんですけど、早く来るといいですね。はい、ということでですね、本日はこちらですね。DJI Osmo Action 3で先日荒川河川敷を散歩行った時の映像っていうのをこのように編集して見ていただきました。こちらのチャンネルでですね、このようにカメラですね、写真や動画等のことを楽しんでおります。またですね、アクションカムやオールドレンズやドローンといったものも楽しんでおりますので、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンですね、ぜひいただければと思います。またですね、冒頭申し上げましたけど、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。このようにですね、アクションカム、まあ、あとはミラーレスカメラとかですね、あとはコンデジ等でこのように動画を撮っていろいろ楽しんでいこうと思っております。またですね、このようにですね、いろんな機材っていうのを使っていくことによって、私自身も楽しんでいる、かつどういうふうに感じましたというのをですね、皆さんにお伝えさせていただきまして、まあ、それがですね、何かの参考になれば幸いだなというふうに思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。